はい、僕ゼモンです。チャンネル新しくしました。一発目何しようかと思ったんですけど、新しいアイテム買っちゃったんですよね。でーん、ブレンダーね。ブレンダーか、スムージー作るマシン、スムージー用の持ってたんですけど、ちょっと壊れちゃってね。それ以来全然スムージー飲んでなかったんですけど、やっぱね、スムージーちょっと飲みたいなとも最近また思って、結構飲んでると割と調子いいんですよね。野菜とかもね、そのまま食べられるし、あとね、私フルーツ結構好きなんで、フルーツもね、ガーってやって食べられるんで、良さそうなのがあったんで買ってみたんですよね。私ね、買うとき大体見た目見た目重視なんで、なんか開封動画っぽい感じですね。思ったよりちょっと大きいかも。まずはちょっと本体の方見てみようか。どうすかね、ほら見た目結構可愛くないですか。ちょっと照明がこんな感じ。あとね、背がそんなに高くないから、背高いとね、こうしまえないですよね、棚とかにぶつかっちゃって。で、どうやんだ、こうか。でね、このカップになってるんで、これね、取っ手がついてね、このままもうね、グイーって飲めるという。スムージーね、結構朝飲む時が多いんで、朝はね、もうほんとなるべく時間節約したいんでね。もうなんかこんな風に持てるんだ。持ち運びするか。これくっつけるってことでしょ。で、これで回すのかな、多分そうだよね。あとなんか付録品がまたあって、こういうのもついてる。これは保存用にできるのかな。あ、統一されてんだね、この持ち手がね。こことデザインのトータリティがありますね。あ、両方同じなんだ。これにつけてもいいし、これをこうしてもいいんだ。ああ、なるほど、いいね。うん、使い勝手がいろいろ想像力を刺激させられるってほどのもんでもないか。でも私はこの取っ手付きのやつはちょっと気に入ってるんでね、こっちをメインにしようか。ちょっとね、あとちなみにね、メーカーとかはよくわかりません。やばいぞこれ、電源が短いぞこれ。で、まあ食材をじゃあ切りますね。じゃあ今日作るスムージーは、まず水菜。水菜は生でもね、癖なく食べられるんで。あとキウイフルーツとオレンジ、これと3種類ミックスさせますね。じゃあまず水菜から切っていくか。なんかね、水分量の少ないような葉物とかそこに入れた方がいいっていうような話を聞いたような、聞かないような。今ね、夜なんで、明日の朝の分と半分半分にして2回分作ります。明日の朝の分はね、ここに入れといて、で、朝回せばね、即飲めるようにしとけば楽なんでね。ちょっと入り口が小さい気もするけど。で、次はキウフルーツ。私はね、キウフルーツ皮は切らないでそのまま入れちゃいますね。頭とお尻の硬いとこだけは取ってね。で、あとオレンジ。オレンジはさすがにね、皮ごとってわけにいかないんで。うん、オレンジはね、これいい香りだよね。元気になるような匂い。で、こっちは明日で、これは今よ。あ、そっかそっか。あ、私間違えた。刃物さっき下の方にしたらいいって言いましたけど、これ上下逆だからね。上下逆だから刃物上になっちゃいましたね。やべやべ、よく考えてやらないと。あ、危ねえ危ねえ、水入れなきゃ。危ねえ危ねえ。はい、綺麗だな。いいっすよね。もうわかんねえからいいよ。お、危ねえ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 、こうしておかなきゃ。危ねえ、スイッチがオンになった。わあ、危ねえな、気をつけないとな。改めてスイッチ。パワフル、すぐできちゃう。パワフル、パワフル。前使ってたやつはね、ちょっとあんま、ウィーンって頑張ってる感じだったんだけど、今回はすんなりいく感じ。じゃあ、いただきますね。早速。ちょっと、マスクが邪魔だな。くぅ、
オレンジが強いかな。うん。水菜もね、ほんと癖ないからもう何にも感じないですね。野菜をね、すんなり食べるには、これ、スムージーはね、かなりおすすめかもしれないですね。まあ、フルーツ取っちゃうんでね、どうしても糖分とか取っちゃいますけど、まあ、まあ、それは私は気にしません。ポータブルジューサー。なんて読むのかよくわかんないけどね。というわけで、チャンネル新しく作ってから、一発目、これからもよろしくお願いしますっていうことで。いやー、ポータブルジューサーって、本当にいいもんですね。それでは、さよなら。さよなら。さよなら。